こちらは香川県土庄町の宝生院にある真柏の木です。高さおよそ17メートル、幹周りは17メートル余りで、国の特別天然記念物に指定されています。昨日は地元の人たちが100年以上前から行われていたという伝統行事、しめ縄作りをしました。藁を使って長さ17メートル、太さおよそ15センチのものを作りました。およそ2時間かけて作られたしめ縄は真柏に飾り付けられました。大変立派なしめ縄を作っていただきました。来年も平穏無事な1年を過ごせますように願っております。毎年だんだん綺麗くなってね、本当に太くなって頼もしいしめ縄ができました。ちなみに住職によると、真柏には龍に見える柄が潜んでいるそうです。来年の干支が辰のため、見つけると縁起がいいということです。